嫌な予感。まだまだ続くよ、リロ&スティッチザシリーズ、ディズニーチャンネル。新しい幽霊が出た、レッツゴーゴーストフォース。30日の日曜日はゴーストフォースに新たな幽霊が続々登場。スタートは昼2時。まずは6話連続でこれまでのゴーストの倒し方をおさらいしよう。ゴーストガンって最高だ。そして夕方5時からは、任せといて、なんと4話連続で新エピソード。期待に応えてみせる。恐竜や忍者のような幽霊がお祭り騒ぎ。よし、俺が決めてやる。ブラクタルトラップ。ゴーストフォース秋の幽霊祭り、30日日曜日昼2時から5時間。ディズニーチャンネルムービー。そのホテルのオーナーはドラキュラだった。モンスターホテルへようこそ。彼の自慢は118歳の娘と、パパ人間って怖い、恐ろしい人間が、人間絶対に入れない完璧なセキュリティ。すげえ人間。じゃじゃーん。創業以来の大問題。誰だお主。俺ジョナサンです。お客様にバレては一大事。何てことだ。とりあえずモンスターに変装だ。あろうことか大事な娘と恋の予感。私メイビス。さらになんと人気者になってるし。どうなる人間、どうするドラキュラ。最高。ようこそ最悪のお客様。あ、もうちょっと。やめてくれ。モンスターホテル、28日金曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。私タラダンカ。地球に住んでいた女の子タラ。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、金曜日夕方5時から2話連続。2話目は新エピソード。 Hey! It's Miracle Time で。ねえウォーリー。ウォーリー、ウォーリーはどこ。ここだよな。あのウォーリーがディズニーチャンネルにやってきた。魔法使いのおじいさん。二人に頼みがある。任せて。世界中へ魔法の鍵を探す大冒険。見つかるかも。さあウォーリーはどこから。そう、ここにいたよ。そうか。ウォーリーを探せ。月曜日から金曜日朝11時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、リロ&スティッチザシリーズ、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ウォーリーを探せ、ディズニーチャンネル。嘘でしょ、戻ってきた。物語は驚きの新展開へ。人間の世界に帰ってきたアンたち、残された親友の運命は、そして恐ろしい計画が動き出す。お友達にはもうじきいなくなっても。ますます目が離せない。戻る方法必ず見つけよう。不思議の国アンフィビア、水曜日夕方5時から2話連続。2話目は新エピソード。ディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ、ウォーリーを探せ、ディズニーチャンネル。この後はちょっぴりドジな普通の高校生マリネットが悪者たちからパリの街を救う。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、この後すぐ。月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ。昼3時からフィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日。毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン。フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。動くツムたちがディズニーチャンネルに大集合。全員揃ったら罪上がらずにはいられない。ツムツム、月曜日から金曜日昼1時27分、ディズニーチャンネル。